ボートレース住之江の今回の新規新程6日間シリーズ5日目最終関門の攻防戦は第2弾を迎えていまして、第10レース準優勝戦です。さあここも1二3で456枠なりで並んで船を進めてまいります。風が収まっていまして、現在は穏やかな競争水面上で1号艇の下條雄太郎、さあここも1号艇が人気の中心で、今回予選2位通過の活躍下條中心、2号艇で古賀茂樹、さあこちらは2場所連続優出なるかとなっていまして、1二そして3号艇の平石和夫、平石も2場所連続優出なるかとなっていまして、人気どころの1二さん、あとは4号艇の森貞浩二、今年3度目の優出なるか、5号艇の島田隆は今年初優出なるかです。そして6号艇と6号艇で落合直子、地元連続優出なるかとなっています。残り30秒を切っています。さあこれで1二3で456、ここもスタート展示通り枠なり3対3、進入体系が固まってまいります。さあここも1二3の人気どころの1、2、3決着なるかの注目の準優の第2弾の第10レース、12秒進が回っています。スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番の枠なりで間もなくスタート。2秒1秒、今スタートしていきました。好スタートはダッシュ勢、4コースの角から4号艇、5号艇、6号艇、そして内側も伸び返していって1マーク、インから先手を打つ1号艇、握ってくる3号艇をブロックした、刺して2号艇、4号艇、5号艇、6号艇ですが、さあバックセッチはわずかに1号艇が膨らんだか、内から刺して上がってくるのは4号艇の森貞浩二、さあバック内から抜いて刺して4号艇の森貞、わずかで1号艇の下條、あとは2号艇、5号艇、3号艇、6号艇、なおスタートは正常でした。第2ターンマークでは刺して4号艇行ったところ突っ込んでくる2号艇、その間隙を今度は1号艇ですが、4号艇振り込んで2号艇接触で1号艇出てまいりました。下條雄太郎、そして今度2番手には2号艇の古賀茂樹、レースは2周目へと入ります。さあ現在先頭には1号艇で逆転で下條、そして2番手は2号艇の古賀茂樹、1番と2番、そして現在の3番手の数が混戦で、2周目の立ちタンマークは外枠勢、5号艇が行くところ後ろ6号艇と4号艇ですが、外枠3艇3番手の数はわずかに5号艇か、しかし内から4号艇の森貞で、4号艇と5号艇今度は両者が並んでまいりました。インコースに4号艇の森貞、アウトコースに5号艇の島田、両者が3番手争いになっています。第2ターンマークは先頭で1号艇の下條、そして2番手は2号艇の古賀、後方3番手争い4号艇行った懐、今度は5号艇が差し返してまいりますが、ここでわずかに4号艇の森貞浩二、上位が1二4となって最終周回へと入ります。がしかし4号艇の森貞の後ろ、まだ1停進から2停進では5号艇の島田隆です。最終周回の第3マークは先頭で1号艇の下條、2番手は2号艇の古賀、ここも人気の両者の1番と2番、後方3番手争い4号艇行ったところ5号艇ですが、現在4号艇の森貞で、上位が1号艇、2号艇、4号艇となっていまして、人気どころ、その後ろ水が空いていまして、後方では今度は6号艇、5号艇が並んでいまして、最後方に3号艇となっています。最終ターンマークは1号艇の下條が今年4回目、住之江4回目の優出、そして2番手は2号艇の古賀茂樹が2場所連続優出、住之江2度目の優出、ここも1番と2番と人気の両者本命サイドで、ここは2番人気、先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番、3番がゴールイン。